全然全然へぇーすごいな気づけてよ。ちょっと気づけてよ。こっちかな。はい、今日の試合、さやちゃんでございます。まあ、今日はね、ちょっとどこに来たかと言いますと、アンディカさんに来ました。アンディカってなんかそのブルカフェって書いてあるんですけど、夜の12時まで、スイーツが食べるっていう。これ美観地区の中に。美観地区ですよ、多分ね。ここ美観地区ですよね。すごいおしゃれな。まちさちゃんが好きそうな。バータイムはドリンクの注文をお願いしますだって。バータイム、うん、ドリンク注文してねって。ドリンク注文して、いろいろありますね。あ、コーヒーとかいいね。お、ドリアいいね。ミートドリア。すごいな。マルゲリータとか。キーマカレー。あ、ガパオライス。美味しそうです。迷いますね。やっぱ女の子さんやっぱ迷う。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。来ましたよ。来ました。なんか一番楽しかったことってある？皆既月食の時に。皆既月食。皆既月食の時に、その時の理科の先生と一緒に月食を見た。おお、二人で。いやいやいや、授業を抜け出してみんなで。あ、いいねみたいな。皆既月食。来ました。クリームだけ。はい。うわぁ、いいじゃん。
かブクブク。ブクブクしてるんだ。グツグツ。はい。はい、全部美味しい。久しぶりも優しい感じで。この上のやつキャラメルみたいな。キャラメル、キャラメル？砂糖は。ザラメル。あ、そう。あ、いいね。すごい綺麗なの。ちなちゃんがちょこっと出てきそうだね。ふわっと出てきそう。ここ一回ご飯食べに行ったことあるの。あ、そうなんだ。美味しかった。何料理屋さん？なんだっけな。鳥とか鳥なんか居酒屋みたいな。うん。あ、鳥だ鳥だ。あ、いいじゃん。じゃあここ鳥行ってからの。確かにいいかも。え、隣みたいな。めっちゃいい。でも美味しかったもん。あ、そうなんですか。うん、見せた。はい、お疲れ様でした。じゃあちょっとまとめよう。はい。はい。どうでした？美味しかった。美味しかったですね。めっちゃ美味しかったし、めっちゃ可愛かった。可愛かったですね、本当に。なんか僕もなんかね。ちょっと場違いじゃないかと。もうこれむつあちゃんがおったらね、多分映えるんだろうなと言って女の子結構おったしね、いましたよね、うん、本当今日はね、本当にもういろんなこと勉強しました、本当にいろんなこと勉強しました、はい。いや、もう味もよし、ね、うん、雰囲気よし、うん、インスタ映えよし、よし、めっちゃ映えた。よかったっすね、本当にめちゃめちゃ良かったっす、うん、ぜひ皆さん、あのアンティカってあるんですね、夜カフェの12時までやっているんで。はい。じゃあ、じゃあ最後に一言。一言。一言？一言。なんか個人的なことでも何でも、はい。個人的なこと？なんだろう。まあ、りょうくんは。はい。頑張って。いいね。お、いいね。いいね。女の子と遊んでください。いいね。はい。はい、先生。はい。じゃあまたね。はい、タイミングでチャチャもよろしくお願いします。お願いします。はい、ありがとうございました。お邪魔しました。はい。ヤバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。